格沖縄のチームなので、あの沖縄で勝ってほしいです。ちょっと点取られすぎましたね今季ね。もうあとディフェンスもうちょっとですね。もう全身あるのみでずっと応援してますんで、はい、すごく楽しめましたし前向きに行こうかなと。来季ももちろんありますし、選手が前を向いてる限り私たちも前を向くわけで、次につながったかなと思って。今日だけどとっても選手の皆さん頑張ってくれたんで、多分来年はもっともっと上に行けるだろう。もうとっても期待してます。ないない。あ、もちろん優勝ですよ。いよいよ2007年も残り12時間となりました。今年は皆さんにとってどんな1年だったでしょうか。 JFL2 シーズン目を戦った FC 琉球にとって2007年はとりわけ苦難の年となりました。まずはこちらをご覧ください。今シーズンは7勝21敗6つの引き分け、勝ち点27で18チーム中17位、とりわけ82失点はリーグワーストで、昨シーズンと比較しても25点も多く取られています。ライバルだったロッソ熊本と FC 岐阜が J2 に昇格したことでなんとか無条件での残留となりましたが、課題だらけのシーズンでした。とはいえシーズン後ビッグサプライズも飛び出した今年の FC 琉球。この時間は FC 琉球というチームをもう一度振り返り、 J リーグに向けた道を探ります。ロードトゥ J FC 琉球。まずは2007年シーズンを振り返ります。どうぞ。2007年1月、 JFL2 年目のシーズンを迎えた FC 琉球は前年度のリーグチャンピオンホンダ FC から最優秀監督の吉澤秀夫氏を迎え、 J2 昇格条件である4位以内を目指し新体制をスタートさせました。戦力補強では創設メンバーのディフェンダー浜田がロッソ熊本から復帰したほか、筑波大学からは長身センターバック石井優真を獲得。そして中盤の底上げのため J2 水戸から豊富な運動量が自慢の羽田健二をボランチに据えてチームの完成度を高めていきました。そして3月17日開幕戦の舞台となる栃木へと乗り込んだ FC 琉球。いよいよ始まる長い戦いに選手たちの表情も引き締まります。本当に期待してほしいし、僕らも本当に去年より変わったんだっていうところを見せたいんで頑張りたいと思います。開幕戦の相手は J2 準加盟を果たし J リーグ昇格を地域ぐるみで目指す栃木 SC。 完全アウェームードの中、吉澤監督が温めてきた 4-4-2 のシステムで開幕戦初勝利を狙いに行きますが、前半栃木の2トップにディフェンスを切り裂かれて失点してしまいます。後半に入ると栃木を運動量で上回り、吉澤監督が提唱する90分間走り抜くサッカーがその片鱗を見せますが、得点は奪えず黒星スタート。それでも新生琉球の可能性を見せた試合でした。もちろん結果が全ての世界なんで、やっぱり勝ちにこだわりたいですけど、その中でもやっぱりお客さんが喜んでくれるようなね、気持ちの入ったプレーとか、そして、より多くゴールができればと思います。中2日という強行日程で行われたホーム開幕戦では4200人の琉球サポーターが初勝利を見届けるべく熱い応援でチームを後押し。そのパワーを受けて琉球イレブンは再三横川武蔵のゴールに襲いかかりますが、あと一歩という決定的チャンスをものにすることができず、その試合はスコアレスドロー。それでもそう遠くない初勝利を誰もが期待していました。しかし初勝利への道は簡単ではありませんでした。前期第3節ロッソ熊本戦、 J 昇格に向け大幅な戦力補強を施した九州リーグ時代のライバルに対し、琉球は全くいいところなく失点を止めることができません。終わってみれば6対0の大敗。この試合に続き第4節そして第5節と大量失点が止まらない FC 琉球、初勝利どころか思うようなサッカーができないという危機的な状況を露呈します。このままではいけない、
目に見える形での変化を必要とした吉澤監督は6試合目にして従来の 4-4-2 からより攻撃的な 3-5-2 へとシステムを大幅変更。するとこの布陣が功を奏します。昨年度チャンピオンチームの本田 FC に対し浜田のサイド攻撃が的中。フォワード石井豪が飛び込んで先制点を挙げると、ぬかるむピッチも味方につけたボランチの肌がディフェンダーをかわしてミドルシュート。王者本田に臆することなく2点を奪った FC 琉球、開幕6試合目にして掴んだ初勝利でした。この勝利とシステム変更をきっかけに引き分けを挟んでホーム2連勝とようやく上昇の兆しを見せ始めた FC 琉球。しかしその後は1点差ゲームで3連敗を喫するなど、なかなか白星を伸ばすことができず、リーグ前半戦終わって3勝10敗4分け17位に低迷する FC 琉球。中でも7月ホームでの TDK 戦は衝撃的な内容となりました。前半開始わずか1分の失点を皮切りに狂い始めたチームの歯車。その後琉球ゴールは TDK のシュートの嵐を止めることができません。今季加入の新チームに1点すら返すことなくホイッスル。チームとサポーターは8対0という屈辱的大敗を受け入れるしかありませんでした。まあ、戦えない選手は出て行ってくれっていう話、もうやっていくしかないんで下向かずに、やっていきたいと思います。この悪い流れを止めるためにフロントはシーズン途中の選手補強を敢行します。 J1 川崎フロンターレからロングスローが魅力のディフェンダー大久保雅人、 J2 サガン鳥栖からは高い得点能力を誇るフォワード鴨原達也など現役 J リーガーをレンタルで獲得。その他にもディフェンダー三好拓司やミッドフィルダー鎌田康弘など JFL で豊富な経験のある選手を次々と獲得しピッチに送り込みます。新メンバーの活躍により得点は増えたものの、大事なところで失点してしまうディフェンス面は変わらず、再びチームは5連敗。下位グループの対戦相手にも勝ち点すら上げることができず降格の危機さえよぎります。松原や三原など4選手の引退試合ともなった11月のホーム最終戦、4000人のホームサポーターのためにも勝って有終の美を飾りたい FC 琉球は鴨原や佐藤拓也のゴールで2点のリードを奪い前半を折り返しますが、後半1点を返されるとロスタイムにまさかの同点ゴールを許し2対2のドロー。今シーズンを象徴するかのような内容で今季ホーム最終戦を終えることになりました。辞める選手たちの、まあ、花道を作ってあげたんですけれども、まあ、結果的に追いつかれてしまったので、まあ、これがサッカーかなというのと、まあ、今年の FC 琉球を象徴しているゲームだったのではないかなと。結果が出ない中でもずっと応援してくれて本当に僕らも胸が痛かったし、でもそれでも一緒に、本当に声を出し続けてくれたサポーターの皆さんには本当に1年間を通して、ありがとうと言いたいです。この試合で松原、三原、浜田、中里の4選手が引退。ロスト熊本の昇格にも助けられ奇跡的にもリーグ残留が決まった FC 琉球ですが、その翌週には吉澤監督の解任に加えて11人の退団選手が発表されるなど、チームは大きな転換期を迎えることになります。